2年生にたった一人の男子が転校してくるとなったらチェックしないわけにいかないでしょ。だから一番最初に知り合おうと思って待ち伏せしてたの。これは生徒会役員の特権でもあるわね。さ、着いたわ。ここが学園長室。失礼します。転入生をご案内しました。こちらが君とお姉さんの糸穂さんです。ほーい、ほーい、ほーほー。じゃあ私はこれで、じゃあ私はこれで、じゃあ私はこれで。